歌舞伎プレイラジオ小屋話、ウォーリー木下です。若旦那家康です。よろしくお願いしま す。この配信は神戸アートピレッジセンターから演劇についてのよもやま話をゲストをお迎えして発信していく YouTube ラジオです。そして、今回は後編、引き続き、平田おじさんにゲストに来ていただいております。よろしくお願いします。よろしくお願いします。お願いします。いや、僕静岡で今ストレンジシードという野外を中心とした、演劇祭をゴールデンウィークに、世界演劇祭というスパックさんの時と同時に、フリンジ的なポジションでやらせていただいてて、4年目、もう5年過ぎました。5年経ってやらせてもらってて、はい、で、僕はもう単純に演劇祭のディレクターをするのがすごく好きで、多分お祭りが好きっていうのはもちろんあるんですけど、まず出演アーティストがみんなが、なんかこう、こんなにこう方向性バラバラな人たちが集まると意外と息が合うみたいなことを見る瞬間がすごく好きで、それは自分がでも海外の演劇祭とかに参加した時にも感じて、やっぱり演劇って僕はもともとなんかスポーツとか音楽に比べると、こうなんか共通言語っていう割には海外でなんかどうなんだろうなって思ってた時期があったんですけど、いざ海外でねやってみると、いや全然こう第三言語になるということが分かってから、日本人同士でももちろんその言語っていうのは生かされて、だからまあ本当に僕がやってるフェスティバルはいろんなパターンのパフォーマンスの人たちに参加して、ジャンルとかも限らずですよね、ダンスもあれば、で、豊岡演劇祭を小島さんやられてますが、これはさっきのその両輪的なこう劇場と教育っていうものの両輪の話があって、演劇祭ってはどういうポジションとして思われてるんですか？大学と、演劇の街っていうのをつなぐ大きなイベントになっていきますね。学生が全員がこう研修で入りますので、なるほど。で、授業の中でも単位にもなるので、学生としては該当料をもらえて、単位がもらえて、キャリアアップになるっていうことですよね。演劇界の側からすると、これ1年中は必修なんですけど、2年からも選択で取ると、今度は運営とかにも企画とかにも関われるので、演劇さん側からすると多分半分の学生が取ったとしても150人ぐらいの、非常に有名な学生ボランティアがもう最初から用意されている、すごい恵まれた演劇さんになるので、それが一つはありますね。もう一つは豊岡って8万人の町なんだけど、神鍋高原のスポーツ合宿の1泊3000円4000円の雑魚寝できる民宿から、お部屋5万円10万円の城崎温泉のVIPが泊まれる宿まで、8万人の町にあらゆる階層の宿泊施設が揃ってるわけですよ。こういう立地条件というのは非常に珍しくて、これってまさにアートフェスティバル向きなんですよ。それ誰も気がついてなかったというか、僕も後付けで気がついたんですけど、これもうってつけだなっていうことですね。将来的にはインターナショナルなフェスティバル、もちろん、基本的にはやっぱりアジアのハブになるような、アジアの日本的な性格になるようなものにしたいと思ってるんですけどね。そのヨーロッパ式の、さっきその、戦っていくためには、それをまあ自分たちの側を通さずに、まず一旦そういうものも受け入れて作っていくぞっていうところで言うと、フェスティバル運営もそういうのちょっと関係あります？あんまりそれは関係ないですか？ありますよ。まずプログラムがそうですね。すごく集客を意識したプログラムになってます。でそれももう非常にはっきりしてて、関西の小劇場ファンっていうのが一定数いるんだけれども、今東京の小劇場の劇団もほとんど関西語が歌えなくなってますよね。ストレスが溜まってると思うんですよ。だからそこをメインのターゲットと想定して、その普通の一般の演劇ファンの、関西の小劇場ファン、演劇ファンの方たちが、2泊3日で7、8演目見て楽しんで帰れるようなものを頭の中で想定して、そこから逆算してプログラムを組んでます。ああ、なるほど。でもなんかこう、関西の劇団もぜひと思ったりするんですけど。そうなんだけど、かわいそうなの。だから関西の劇団にある。関西の劇団は関西で見られるから。見れちゃうからね。
あのでも若手の方とかにね、ぜひフリーに参加してもらって、はい、まあ、来年以降どんどんあの日本中世界中からプロデューサーも集まってくると思って、うん、でそういった仕掛けもちょっと考えてるんですね。例えば、うん、あのもう今も随分オファーが来てるんですけど、カンナベがやっぱりあの合宿がしやすいので、うんうんうん、いろんな大学のやっぱり演劇専攻の持ってる大学はあるじゃないですか、あの座学も、はいはい、そういった大学のゼミ合宿とかを、まあ、誘致して、でインターゼミみたいなのもやりたいと思って、でこれも結構あの、東大とか慶応とか ICU とか、女子美とか、そのクラスのところからオファーが来ているので、いや、なんかこう単純にそこに、まあ、その学生で参加したり、もしくは劇団として参加した場合、なんかワクワクしますよね。まあ、マーケットがあるってまずワクワクしますもんね。あと、まあ、やっぱり静岡だとちょっと広いじゃないですか。うん、広いというか、はいはい、人口的にね。はいはい、で、うちはあのフェスティバルカフェを茨城の駅前に作るんですけど、じゃないんで、もうそこに集まってくるしかないわけですよ。ヨーロッパのフェスティバルって大体そうですよ。そうですね。はい、ないから。はい、まあ、茨城とちょっとそこで溢れたら、神鍋と木の先にもちょっとサテライト置こうと思ってるんですけど、とにかくその3カ所ぐらいに集まってくると、演劇人に出会えたりとか、観客に出会えたりとか、うん、評論家に出会えたりとか、うん、そこにその、まあ、トークとかも結構やってるので、はいはい、のまあ、宮台真司とか、あの高大輔が普通に歩いてるみたいな、はい、そういうのを、まあ、イメージしてます。あ、なるほどね。そっか、ちょっとなんか今若干静岡負けたな。ご飯はどうですか？ご飯美味しいですよ、静岡は。ご飯は田島のが多分あっとって今負けに行きましたよ。いや、本当ですか？静岡はね、あの、まあ、何が喜ばれて、やっぱりお腹をね、満たしてあげると、大体みんな。ちくわとかでしょ。ちくわもでもあるよ。まあ、やっぱり田島牛でしたね。あ、田島牛ってそんな手軽に食べれるんですか？はい。それが、はい、あの前回話したその自然食のスーパーあるじゃないですか、うちのもうすぐ近くなんですけど、そこ田島牛一頭買いで売ってるんですけど、6時になるとスーパーだからちゃんとタイムセールが始まって半額になる。で、うちの劇団員から、あの僕あの買ってもいいけど待ってる姿を人に見せないでくださいシールを貼られるのを。シール貼られるの。織田さんが肉の前で待ってる。だって、100g 1000円の高級田島牛が500円になるんですよ。すごい。みんなだからうちの劇団焼肉食ってますよ、毎日。ああ。それ待って。うわ、勝てないですよ、ウォーリーさん。やばいな。温泉もありますもんね。温泉は豊富ですもん。負けに行きます。新長谷には勝ってますかね。大谷さんちょっと入ってきますか。大谷さんまさにね、こうやろうとしてることってちょっとそのさっき言ったこうハブ的な部分っていうのは、うん、ダンスボックスとかやろうとしてることちょっと近い感じありますけど、なんか聞いててどうでした。いや、あの規模が全然違うと思うんですけれども、だから非常にあのちょうど長田区が人口10万なんですね。で、神戸市が150万なん で、正直言ってその神戸市を相手にするよりも長田区っていう10万の人たちをどう相手にしていくのかっていうことにすごく、うん、あの注力していて、でそういうその、まあ、新しいコミュニティのあり方、地域社会のあり方みたいなものをなんかね、地域の人にとってはわけのわからないコンテンポラリーダンスっていうのを軸にしてやっていく面白さってすごくあって、わからないことがいいんだっていうふうにだんだん思える地域の人たちが増えてきたんですね、うん、でいろんなレイヤーでそれこそあの教育にしても、まあ、あの小学校で、もう10年近くコミュニティの教育事業をしたりとか、あるいは2年前からかな、ダンスキャラバンっていうあの親子で参加できるワークショップ付きの、ダンスの公演をやり始めたりとか、うん、そういうものを、まあ、作って、それを非常に新長田という狭い地域で作るんだけれども、でそれを、この間だと淡路島にでやったりとか、こういろんなところにこう持っていけるようにしているっていう、うん、こういうことも、まあ、海外ではないですけれども、
でも、すごく豊岡の大学には期待していて、やっぱりこうきちっとこう人材が育ってくるっていうことは、その実践していくっていうことと座学と両方やらないと人は育ってこないんですよね。でそういう経験が、まあ、ダンスフォックスとしては国内ダンス留学あと神戸っていうのを6年間やって、で、まあ、そこ、まあ、1年のうち8ヶ月集中的に勉強するんですが、やっぱり卒業生が80人ぐらいいる中で、まあ、半分ぐらいは結構活躍してるんですね。それこそ海外で活動して、うん、活動するんだけども、まあ、東京とかに呼ばれて行っても帰ってくるのは新中田に帰ってくる、新中田に住みながらこう海外、東京とかに行くっていうふうな人がやっぱり今でも10人ぐらいいて、うん、でやっぱりそういうふうにこう地域資源っていうことで今豊岡の話聞いてると、まあすごい資源がある豊かな場所だなっていう田島牛の話から温泉から思うんですよね。でそういうことを考えると、でも地域資源っていうのは品川ってじゃないのかっていうとないわけじゃなくて、それは探し出せばあるんです。まあ、路地だってね地域資源になるし、でやっぱり人ですよね。ここに住んでる人たちがやっぱり品川の地域資源なので、まあ、そういう人たちが演劇やダンスを通じてこう循環してくるような形が、まあ、10年後、20年後の社会にはもう必ず必要になってくるの で、そういうことを、まあ、コンパクトにリビではやってるっていう感じです。だから豊川はすごく期待してますし、なんか僕らに共同できることがあったらいつでも言っていただければ共同したいなと思ってます。まあ、ぜひ大学はもうインターンをガンガンダンスボックスや歌舞伎に出させていただきます、うん、まずそれから豊岡でやってるのはそうは言っても人口8万人のちっちゃな町のゲリラ戦ですからね、やっぱり神戸とか兵庫と連携していかない、県とかとね、連携していかないと、ただ僕姫路市長とか西宮市長とかしょっちゅうメールのやり取りがあって、宝塚も尼崎も神戸だけないんですよね。神戸どうなってんのかな。そう、なんかでもその理由は僕も長い間ここで言いましたけど、なんとなくなんでしょうね。まあいろいろこう人が多すぎるんだろうなって感じもしますけどね。まあなんかそこだけで賄えると思っちゃう。でもね、神戸こそがそのやっぱり観光とアートを結びつければ、確実に伸びる、一番伸びしろがある部分なんですよね。要するにナイトカルチャー、ナイトアミューズメントを充実させれば、宿泊者数がもう飛躍的に増えて、だってこんなに世界遺産に囲まれてる街はないですよ。でどこでも、広島でも日帰りで行けるでしょ。外国人は行くんですよ。スーツケースが重いから。で夜はだって夜景が綺麗で、ね、海があって、うん、で神戸牛っていうもう圧倒的キラーコンテンツがあって足りないのがこの夜のアミューズメントなんですよね。だこれが、まあ、観光の世界コンシステンシーっていうんですけど、常にそこに行くと上質の何かがやってるっていうのが神戸で、ちっちゃくていいからたくさん確保して、ジャズとかも含めてね、するとベルリンみたいな国際観光都市になれるんですけどね。なんかでもそのちっちゃくてもいいからたくさんって大事ですよね。やっぱりベルリンとかいると飽きないからね、夜の時間。まあ、全然よその地域ですけど、金沢が金沢ナイトミュージアムって21世紀美術館とかが町にあるギャラリーとかを使って、いやだからやっぱり金沢は観光と連動した成功体験があるからですよ、で神戸なんかもっと金沢以上にポテンシャルがあるんだけど、今ちょっとそれが生かしきれてないですよね。市長、まず織田さんにメールしないといけない。いや、メールしなくてもいいんですいや、ちょっと時間がそろそろな感じもしてきたんで、最後にというか、まあ、さっきね、大谷さんがおっしゃってた、こう、わからなさって、つまり永田で、こう、コンテンポラリーダンスをやっていくっていう面白さ、わからないことをやっていく面白さみたいなのって、すごく
興味があるんですけど、その同じように豊岡で青年団で織田さんが脚本と演出を書いて作品を作るっていうことは、何か作風に何かが影響を受けたり、もしくは、そこの人たちとのコミュニケーションって何か東京で作った時はだいぶ変わりつつあります？それは全然ないですね。はい、もう逆にどっちかもさらにわからない方に、僕前埼玉県のキラリ富士見ってとこ一番最初の芸術館とかやったんですけれども、普通の東京郊外の館だったんで、当然普通の、まあ僕が芸術監督だからちょっと良質の新月経にも、例えば小松座さんとかニートシャトさんとかも呼んで、それからまあせっかくだからなんかフランスとかイタリアの全もうすごい最前のも呼んで、そうするとね、青年団あたりがねちょうど真ん中になるんですよ。なるほど。それでやっぱりね、毎月見に来てくれるって人いるんですよ。はいはい。実際に演劇祭ね、市長ね20演目見たんですよ。演劇祭期間、市長の奥さん25演目見たらしいんだけど、でそのぐらい見ると相対化されるんで、はいはいはい、富士見の時も毎月見に来るおじさんとかが、僕うちの芝居見て、あ、今日は良かったですね、日本語だしみたいなね、そうなっていくわけで、あと会員制度をちゃんとやると、要するに一本一本が高いとやっぱつまらないとすごいがっかりするじゃないですか。でも1年間の会員だとつまらなさにも面白さを見出したりとか、分からなさに価値を見出したりするなるんですよ、せっかく見に来たから。スポーツクラブ行く会員になるとせっかくだから使うじゃないですか。はいはいはい、で普段は水泳だけやるんだけど、ちょっとたまにはマシンもやってみようかみたいになるじゃないですか、ただだから。それと同じなんで、劇場っていうのはそういう場所なんですね、本来ね。日本だけが本当に1演目ごとでこの俳優さんが出てるかとか、この演出家の作品だからって見に行くんだけど、はい、だって美術館って別にそうじゃないでしょ。目玉の絵はあるかもしれないけど、全然他の絵が気に入ったりすることあるじゃないですか。ありますね。劇場が劇場としてちゃんと機能していくっていうことだと思うんですね。でね、実際にね、この間演劇祭で本当に 見まくった普通の方、主婦の方たちとかすごいいて、はいはい、7、8本とか10本とか、ね、もう完全に皆さん演劇ロスに出て明日からどうやって生きていいのか分かりませんみたいな祭りが終わった、もう次いつですかみたいなすごいなぁ、それは。そっか、彼ら彼女たちからすると本当にこう浴びたことによって何か脳のスイッチが入ったんでしょうね。一番過激だったのは今年岸田局長を取った市原さとこさんで、もうこれは本当に2時間半ずっと性的な表現ばっかりなんですよ、もうなんかおちんちんのこういうなんかオブジェクトが出てきたりとか、なんかでそれすごい刺激的なんだけど、一番分からなかったのは僕が作った現代オペラで、僕が作ってる僕もよく分からないんで基本的に作曲家のものだから、はいはいはい、でその一番のアリアはその作曲家が歌詞も作ってて、はいはい、それがあーとかうーとか言ってるだけなんですよ、はい、ずっとないーって、これないっていうのをずっとないーないーって、現代音楽だからちょっとわからない僕は演出なんだけどすごいな1時間ぐらいのオペラなんだけど、みんなこうもう呆然としてるわけですよ。で、ね、面白かったのは周りの市長さんたちとか町長さんたちも、まあ、ギリで1回か2回見に来るじゃないですか、はい、で当然いろんな演目の中でオペラが一番安全だと思うじゃないですか。あ、確かに思うかも。みんなオペラ見に来ちゃったんですよそしたらまさかのみんな坊主演出家すらわからないですよだけどその作曲家 が指揮もしてたんですけど、はい、30歳の新進気鋭の作曲家で、はい、でずっと指揮してて、最後のカーテンコールの時振りこっち向くじゃん、はいはい、ね、これがイケメンだったんですよこれがもう豊岡の主婦の間ではすごい評判になってもう作品のことは誰も語れないからそこがやっぱり地域で演劇やってるところの醍醐味ですよ。なんかね、ずっと全員が小沢征爾さんみたいなおじいちゃんが振ってると思って作曲家とかね、すごいかっこいい
指揮者だったんで、あの人また来年来ますかみたいにみんな言って、もう演劇とかダンスとかオペラとか関係ない、地域でやるってこと、でちゃんとみんな楽しみを見出してくれるんです。それってこう東京のいわゆる批評文化とか文、コンテクストがある中での演劇を見る人たちっていう、まあ、例えばアフタートークやった時の大きな違いみたいなあるじゃないですか、お客さんの質問の仕方とか、なんか僕も家族でこうアフタートークとかした時のお客さんの質問がもうこんな質問あるんだって面白さがあって、でもそっちが割と正しい気もしてて、そういうことに近いですかね。なんかそうですね、あとやっぱり子供がもう変わっていきますね。子供は関係ないからコンテンポラリーダンスとか大好きなんですよ、木の先のことで、はいはい、毎月のように見てるんで、木の先国際アートセンターで、うん、本当によくわからないのを、で市長も大体毎月見に行くんですよ、はい、時間が空いてる限りで、毎回その後僕に会うとそれがどれだけわからなかったかを僕に報告してくれる素敵。なんかこの間のはこう指を動かして30分指を動かしてるだけなんですよみたいなでも市長がアフタートークも一番質問するんですよ。おいで、でもう城崎の子とかは毎月のように見てるから、はいはい、なんか去年か一昨年の年末に知り合いの子でね、娘さんで小学校3、4年生ぐらいなんだけど、1年間になんか10本ぐらい見たっていうから、何が一番面白かったって聞いたら、ペニノのダークマスターって相当歪んで育ってきて、勉強に歪んで育ってちなみに織田さんの息子さんはもう劇場では見てる。そうですね、劇場大好きですね、もう。あ、そうなんだ、うん、なんかハマった演目ありました？いや、何でもきちんと見てますね。なんか鬼が出てくるのが好きなみたいな。鬼滅はまだ見てないのに、なんか鬼が好きな、はい、で、毎回劇場に行くときに、今日鬼出るって聞いて今日は出ないかなそうですね、鬼が出る演目なかなかないですね。なかなかない、うん、最初に見たのに鬼が出たからね最初でもないか、うん、でも本当にだから豊岡の子たちは今もう、幼稚園保育園の年長組から普通に演劇見るので、あー、はい、ユートピアのように聞こえますね、本当に。あの、僕まだ行けてないのでぜひ聞かせていただきま す、近藤さん、ぜひ最後になんか聞いたアフタートークのお客さんのように素敵な質問を、じゃあ最後に近藤さんから。いや、ありがとうございます。私あの楽しくて笑ってばっかりおりましたが、あの、いや、私この間あの豊岡の演劇祭にあのちょっと1日しか時間がなかったので、実はあの、竹野の方に見に行ったんですよ。で、竹野ブルーエゴナーさんがやってたんですけれど、あの地元のこう盆踊り保存会の方ですかね、あの音楽を太鼓を叩いたりとかしてくれていて、なんかすごい面白かったと思ってちょっとあの野外と思わなかったんで凍えそうだったんですけどあのすごい面白かったなと思いました。なんかそのあ、こういう制作の仕方をするんだっていうのがなんかすごいこう地元に入り込んだ感じがあって、うん、なんかそのお祭り的な中にそうなんか演劇的要素を見るみたいな感じの、うんうん、面白さがありました。なんかそうストレンジシードとはまた全然別の、うん、あの面白さがあって、あ、これも面白いなって思いました、うん、はい、そうですね、あの豊岡一市五町が合併してそれぞれの地域性がすごく面白いので、ゆくゆくはそのフリンジをマッチングだけして、うんうんうん、で竹野はこのアーティストを応援しますよみたいな、うん、もうその担当とかととも谷ごとに文化が違うので、うんうん、うちの集落はこのアーティストを徹底的に応援しますよみたいな感じの、うん、組み合わせをしていきたいと思ってるんですよね。そうするとこう地域密着型で、別に地域に関連する作品はやらなくていいんですけど、そういうことをしていきたいですよね。あとね、来年ちょっとあのね、神鍋の方にすごい滝があって、うん、この滝壺のとこがね、ダンスにものすごい向いてるんで、うん、これね、ダンス大谷さんにね、ぜひね、ご相談して、ちょっとそこでね、あの、はい、まあ、2つ抱きっていうんですけど、2つ抱きダンスコレクションみたいな感じで、ちょっとソロとかのダンサーを、うんうん、もう次から日本が、そこ、あの、
あのね、行く間はね、あの千と千尋のオープニングみたいな感じで、行くと、そこもののけ姫みたいな感じになってる。でね、もうね、僕はね、見た瞬間ね、これはね、相当下手なダンサーが踊ってもうまく見えるなって。そんなこと事前に言われて参加するダンサーいないですよ。ぜひ、ちょっとね、大谷さんこれすぐ相談したいんで、またね。はい。わかりました。はい、でもいつかというか、こう大学が動き出して、きっと劇団ができて、その劇団がそういうことをし始めるってことももちろんあるんですよね。そうですね。まあもちろん、学生たちの中からもう多分在学中からフリンジとか出ると思うんですけど、まあできるだけ早い段階でやっぱりその作家演出家、大学としてはね、別にプロの演劇人を育てる、大学ではないんですけど、まあそこは自然に出てくると思いますので、まあできればそのプロの作家演出家を少しずつ育てたいなって気持ちはあります。これは個人的にですね。なるほど。はい、ありがとうございます。本当にいろんな話、思ったよりいろんな話が聞けて楽しかったです。勉強になりましたし、またね、なんか本当に歌舞伎と同じ兵庫なので、はいはい、ぜひ密接に連絡を、はい、取り合って、はい、神戸市長を巻き込みながら頑張っていくので。いや、だから、はい、まあ、ピッコロさんもいるしね、アイドルもあるし、ね、はい、それ姫路とかもこれから頑張ると言っているので、うん、なんかその小さな作品をお互い作って回したりとか、うん、やっぱりそのマーケットの取り合いじゃなくって、うん、特に子供向けの作品はマーケットの取り合いにならないんですよね、うん、お客様が言ってるから、うん、だからそのものをこう共同で作って回したりとか、まあ、どんどんやっていければと。まさか1時間後にこんな共同企画まで提案いただいて、いや、頑張ります。頑張りましょう。はい、はい、若旦那さん、どうぞ決めてください。はい、今回は本当にありがとうございます。なんかここがスタートでいろいろまた新しい企画が出てきたら最高だなと思いました。今日は、平田織座さんに来ていただきました。ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。どうも。はい、若旦那さん、一応締めましょうよ、はい、僕らも。はい、そうですね。うん、どうでしたか。いやもうなんか熱くもなるし大笑いもできるし、なんかすごい濃密な1時間でした。聞いてて、いね、なんか、うん、でもまだまだ実は、ね、僕質問ノート作ってたんだけど、はい、まだ半分ぐらいはあったわ、聞くことまたぜひこれ次の機会があれば。いや本当、はい、ちょっと頑張ってラジオを続けてって、2回目のゲスト、もう一度そうね、はい、ぜひ来ていただきたいなって思いました。次はリアルでね、だってね、今日はね、こうズームを通してのあれですけど。いや、本当ですよね、はい、神戸か豊岡のどっちかでね、はい、ぜひやりましょう。ではまた来週。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。